ブラッドリー・ウィギンスはイギリスの自転車競技選手。2004年12月31日に大英帝国勲章オフィサーを受章。2009年に同コマンダーを授与された。ウィギンスは1980年にベルギーのヘントでオーストラリア人のガリー・ウィギンスとイングランド人の母、リンダの間に生まれる。ガリーは6日間レースなどに参加するトラック選手だった。 ウィギンスが2歳の時に両親が離婚したため、母と共にロンドンへ移住することになった。幼少時のウィギンスはサッカーチームに所属していたが、12歳の時バルセロナ五輪でクリス・ボードマンが金メダルを獲得したことに影響を受け、自転車競技に傾倒するようになった。1948年に開催されたロンドンオリンピックのトラックレースの会場となった。 ハーネヒル自転車競技場で自転車選手としての歩みをスタートさせる。ちなみにブラッドリーは出生地ヘントで2003年に開催された6日間レースにおいてマシュー・ギルモアとコンビを組んで優勝している。1998年にジュニア世界選手権自転車競技大会の2000メートル個人追い抜きを優勝。エリートに転じてからは2003年に 世界自転車選手権の4000メートル個人追い抜きで優勝。そして2004年のアテネオリンピックでは4000メートル個人追い抜きで金、団体追い抜きで銀、マディソンで銅のそれぞれメダルを獲得。2007年の世界選手権においては個人、団体の両追い抜き種目で金メダルを獲得した。2008年3月26日、マンチェスターで開催された。 世界自転車選手権、個人を抜きにおいて、オランダのインニングヒュイゼンハーを破り同大、街道種目連覇。そしてこの種目での北京オリンピック出場を決めた。また、同年3月27日の同大会団体を抜きでも優勝を果たし、2年連続の個人、団体両を抜き世界チャンピオンとなった。また、マーク・カベンディッシュとペアを組んだマディソンでも優勝した。 8月に行われた北京オリンピックでは、個人追い抜きと団体追い抜きで金メダルを獲得し、オリンピックのメダルの数は自転車選手としては史上最多体の6個となった。北京オリンピックで成果を残した2008年シーズンを最後にウィギンスはトラック競技に区切りをつけ、2009年から競技の中心をロードレースへ移した。 それ以前のロードレースの成績としては2007年にドーフィネ・リベレデ・プロローグ制覇、ダンケルク4日間レースで区間優勝を果たしたが、いずれもタイムトライアルでのもの。また、同年のツールド・フランスにおいて第6ステージの関東賞を獲得している。グランツールでは2005年、2006年、2007年のツールド・フランス、 2005年と2008年のジロでイタリアに出場している。2009年2010年2011年ツールド、フランス総合優勝2012年オリンピック個人、タイムトライアル優勝その後2013年は、ジロでイタリアを目標として調整し、カタルーニャ一周を総合思いで終えた。しかしジロでは雨に濡れた下り坂に苦戦した。自ら、少女のように坂を下るなどと語り、 風と肺の感染症に苦しみ、第12ステージでメイン集団から脱落してしまった。第13ステージを出走せずリタイアした。その後シーズン後半に体調を回復し、ツアーオブ、ブリテン総合優勝やロードレース世界選手権、ITT 銀メダルを獲得。2014年はパリ・ルーベで終盤まで戦闘集団に残り、最終的に9位に入った。 ツアーオブカリフォルニアとロードレース世界選手権 ITT を制した。2015年パリ・ルーベを最後にロードレースの第一戦から退くことを表明。パリ・ルーベを18位でゴールし、その後自ら立ち上げた UCI コンチネンタルチームチームウィギンスへ移籍した。再びトラックレースへ2015年のパリ・ルーベ終了後、翌年の2016年リオデジャネイロオリンピックの 団体追い抜きでの金メダルを目指し、再びトラックレースに活動の中心を移す。6月7日、リーバレーベロパークでアワーレコードに挑戦し 54.526km の世界新記録を樹立。2016年世界選手権自転車競技大会トラックレースでは、カベンディッシュとの往年のコンビでマディソンを優勝、団体追い抜きでは2位となった。 オリンピック団体をい抜きでは3、50.265の世界記録を樹立して金メダルを獲得。オリンピックのメダルの数は自転車選手としては単独史上最多の8個となった。引退2016年12月28日、自身の Facebook などで現役引退を表明した。ありがとうございます。